先月、熊本市動植物園と八代市の八代城跡で RKK 子どもスケッチ大会が開かれました。今年の大会には園児から小学6年生までの1157人が参加。今日はその中から選ばれた入賞者が表彰されました。笹を食べてるとこです。80点。グランプリに選ばれたのは小学6年生の徳川青葉くんの作品、ライオンの昼寝です。ライオンがもう気持ちよさそうに寝てたので、そこを描きました。たてがみのところをなんか優しい感じで描きました。スケッチ大会の様子は今月25日の午後3時54分から RKK テレビで放送します。